司法書士試験合格ならリアリスティック一発合格松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回ゲストの方にお越しいただきました。弁護士 .com キャリアさんで司法書士試験の合格者の方や司法書士の就職転職などのサポートをされている岩井さんです。岩井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では岩井さんをお招きして、今回はこのテーマでお話を聞いていきたいんですけれども、年収300万円って本当、司法書士の給与のリアル、これについてお話をしていきたいと思います。何年も前からなんですけれども、司法書士試験合格しても勤務の年収は300万円だよとか言われるんですけれども、これって正直本当なんでしょうか？300万円は正直ちょっと言い過ぎかなというところがありまして、入所時期でボーナスがあるないにもよるんですけれども、大体見てみますと300万円台前半ですね。320万、30万から300万台後半、だいたい380万円ぐらいまでの幅が一般的なのではないかなと思ってますね。1年目だとだいたい320、30万から370、80万円ぐらいの間ということですか？そうですね。ちなみにそれは地域によっても変わってくると思うんですけれども、東京あるいはその他ということでいろいろ違うと思うんですけど、どこの地域でもそんなものなんですかね？今お話ししたのはですね、東京ですとか大阪といった大都市圏の例になるんですけれども、都市部を少し離れてしまいますと、だいたい月給でマイナス2万ぐらいの給与レンジになりますので、年収が少し下がってしまうというところで、例えば300前半から350、60とような給与体系になるかなと考えています。東京、大阪以外でも月収は2万円前後ぐらいしか下がらないんですね。そうですね。以前よりもだいぶ水準も上がってきたということもありますので、だいたいマイナス2万ぐらいの水準になるかなと思います。そうしますと、月収で言うと300万台ってことになると、ボーナス出るかどうかによっても変わってくるんですけれども、だいたい月収25万から30万ぐらいの間ってことでよろしいんですかね？そうですね。未経験の方の月収例なんですけれども、一番多いのがだいたい25万円前後から、いいところですと30万円という給与レンジになっています。25万円から30万円で、それでそれかける12ということなんで、25万だと300万円、30万円だと360万円ってことですかね？そうですね。そこに賞与ですとか、あと残業代が加わってプラスになるというイメージですね。そうすると最初の金額の320万から380万とかぐらいになるってことですね。そうですね。といっても300万円台ということになりますと、特に今まで大きな企業で働いていたとか、あと公務員されていた方は大体年収下がってしまうと思うんですけれども、この年収スタートはこの300万円台だとしても上がっていかないものなんですかね？最初のですね、3年目ぐらいまではだんだん緩やかなんですけれども上がっていくようなんですが、3年を超えますと、その方がどれだけ仕事に貢献できるか、事務所に貢献できるかというのがポイントになるようです。3年目ぐらいまでは定期的に昇給があって、その後は簡単に言うと実力次第ということでいいですか？そうですね、おっしゃる通りです。ちなみにじゃあ2つ分けてお聞きしていきたいんですけれども、最初の3年目ぐらいまで定期的な昇給なんですけど、これは1年でどれぐらい上がるものなんですかね？そうですね、そこまで大きくは上がらないんですけれども、だいたい1万円からよくて3万円の間ぐらいなのかなと、今までの実績を見るとそのような金額になってます。月1万円から3、4万円ということですね。はい。そうすると年収に換算すると年収12万から4、50万ぐらいアップということでよろしいですかね？そうですね、イメージとしてはだいたい30万から40万ぐらいのアップになるかなと思います。スタートが320万から380万ぐらいということなんで、1年で例えば320万が350万になるとか、380万が400万ちょっとになるとか、それぐらいですかね？はい、おっしゃる通りです。それか毎年3年目ぐらいまで上がっていって、320万スタートだったら400万ぐらいになって、380万スタートだったら400万円台後半ぐらいですかね、それぐらいまでいくということでいいですかね？そうですね、だいたい3年目まではそのぐらいの給与水準で昇給していくかなと思います。なるほど。そうすると普通に仕事してると400万円台500万円近くはいくということで、ただやっぱりもっと給与欲しい、今までもっと稼いでたとかいう方も結構いらっしゃると思うんですけど、そこから700、800、1000万この大台乗ってくるためには、これは先ほどおっしゃった通り実力によるということですかね？そうですね、おっしゃる通りです。じゃあどうやったら給与アップができるかというのもですね、例年よくご質問いただくんですけれども、大きくちょっと3つお話ししていることがありますのでお伝えしたいんですが、まずですね、一番分かりやすいのがやはり売上に貢献するという点かなと思います。売上に貢献するということで、それは本人が自分で仕事を取ってくるとか、そういう意味ですか？
そうですね。まずどれだけ仕事の量をこなせるかというのも非常に重要かなと思うんですが、一定数限界が来てしまうと思いますので、その後なんですけれども、例えば営業開拓をして新規の取引を増やすというような方法ですね。なるほど。じゃあその事務所が今まで例えば取引してなかった不動産会社に、私営業かけてみたいんですと、こういうスキームで話してみたいんですって言って、それで取れたらすごい評価が上がるとか、そういうことですかね。そうですね。例えば基本給が上がったりですとか、ボーナスに反映されたりですとか、あとは年俸制になって高い水準になるといういろいろな方法があるようなんですが、そこで給与を上げていくみたいです。なるほど。じゃあ事務所の売上を、まあ、数百万円、ちょっとそれじゃ少ないですかね、1000万単位で上げてやっと自分の年収も700万800万1000万になってくると、そんなイメージですかね。そうですね。非常に得意な例かもしれないんですが、私がこれまでお会いしてきた方の中で4年目5年目だったかと思うんですけれども、今まで事務所で開拓しきれなかったお客さんを一斉に開拓して売上に貢献して、年収がもう1000万を4年目5年目で超えたという方もいらっしゃいましたね。そうなんですよね。私の知り合いで勤務で年収1000万を超えてる人結構何人もいるんですけれども、正直なんで超えてるかってあんまり直接聞けないので私理由わからないんですけど、そういった人たちって早く超えてるじゃないですか。4年目とか5年目で超えてるんで、それは先ほど岩井さんがおっしゃったような経緯があるって方がほとんどなんですかね。そうですね。おそらくはそういった経緯かなと思います。なるほど。自分で新しい仕事先開拓したとか、大きな仕事取ってこれたとか、それが理由ってことですね。そうですね。そういった方でなくても、事務所の例えばナンバー2になって1000万台行ったとか、そういう人もいると思うんですけれども、そういうふうに事務所の中ですごい仕事を頑張って点数いっぱいこなして部下とかもできてきて、それで1000万超えるとか、そういうパターンもありますよね。そうですね。いわゆるこのマネジメントといいますか、経営側に回って、例えば登録も少々法人ですと社員登録に切り替えて、事務所の経営側に回る、マネジメント側に回って給与を上げていくという方もいらっしゃいます。なるほど。じゃあ自分で仕事取る以外にも、本当にその中で仕事頑張って部下とかもちゃんと教育できるようになって管理できるようになれば、その道で1000万いくっていうのも事務所によってはあり得るということですね。そうですね。今までお聞きしてきたのが、多分一般的な司法書事務所、よくある司法書事務所だと思うんですけれども、ちょっとこんな事務所ないかなということでお聞きしたいんですけれども、やっぱりいきなりですね、年収500万スタートとか700万スタート、それがいいという方もいると思うんですよね。今までそれぐらいもらってたとかいうことで、特に合格者の平均年齢上がってますので、そういうふうにいきなり500万スタート、700万スタートとか、そういう事務所はないんですかね。そうですね。正直なところそこまでないかなと。例えば決済事務所で忙しくて、どうしてもですね、その方を採用したいということであれば、事務所側が頑張ってあげてくれるという可能性はあるかと思うんですが、ケースとしては非常に少ないかなと思います。特に今年の合格者とか、まだ経験がないって方だと、いきなり500万、700万は厳しいかなと思うんですけど、では例えば転職組で、今まで事務所で5年とかも10年とかやってて、もう決済バンバン回せますよとか、そういう方だったらありえますかね。そうですね。十分あり得まして、これまで経験者の方の転職支援というのも多数行ってきたんですけれども、最初の提示からですね、年収500万ですとか、あとは年収600万近くのご提示をいただいたケースもありましたね。なるほど。じゃあ500万超えを目指すんだったら、それは基本的にはある程度もう仕事ができる方が対象ということでよろしいですかね。そうですね。おっしゃる通りです。そうすると、例えば今年の合格者の方とか、司法書士実務の経験がない方は、普通の事務所だと年収500万超えはなかなか厳しい、そこからスタートは厳しいってことなんですけれども、じゃあ他に何か道がないのかということで、事務所以外にも何かその年収500万超え、700万、800万とかの仕事がないのかなってことなんですけど、何かありませんかね。そうですね。司法書士事務所以外ですと、法律知識を生かした仕事になるかと思うんですが、例えば企業の法務部ですとか、法務関連のお仕事ですね。あともう一つが、法律事務所のパラリーガル司法書士というんですかね。パラリーガルとしてご活躍いただくという方法もあるかと思います。今おっしゃっていただいた二つなんですけど、まず一つ目の法務部というのは、一般企業の法務部ということでよろしいですかね。おっしゃる通りで、一般企業の法務部。あとは最近ですと総務部の中で法務をやってるとか、経営企画の中でやってる、いろいろなケースがあるんですが、一般企業の中で法務に携わっていただくというものになります。そうすると一般企業の普通に正社員として就職するということですね。はい、おっしゃる通りですね。
そうすると給与体系はその企業の給与のルールがあると思うんですけど、それに準じるということになるんですかね。そうですね、給与テーブルが大体ですね、企業の場合しっかり決まっているケースが多いので、大体このくらいの水準で始まるというものはあるんですが、その水準が少々事務所よりも高いかなと思ってます。そうですよね、特に大きな企業だったらということだと思うんですけれども、大企業だとおそらく合格者の方は年齢的に中途採用になる方が多いと思うんですけど、20代前半の方とか除いて、そうするといきなり700万スタートとか、そういう企業もあるってことですかね。そうですね、最初から700万スタートは正直そこまでないんですけれども、我々のご支援させていただいた方の傾向を見ますと、低くても450万円から人によってはご経験で、まあ、600万スタートというケースもありました。それぐらいなんですね。ちなみに勤務されているその司法書士、勤務というのは法務部に勤務されている司法書士の資格持っている人が大体どれぐらい給与をもらっているかとか、そういうデータってないんですかね。こちらは参考になるかわからないんですが、日本組織内司法書士協会という協会がございまして、そちらの協会のアンケート結果が出ております。今表示したこちらのグラフですかね。そうですね、こちらのグラフになります。これを見てみると、一番多いのがこの 32.8% という、750万から1000万円の間の人が一番多いってことですね。そうですね、我々も法務の方のご支援も行っておりまして、司法書士資格を持った法務経験者の方も多数いらっしゃるんですけれども、大体皆様多い水準が750から1000万円の間の方でしたね。結構高いですね。1000万超えの方も 25% 以上いるということですね。そうですね。そうすると勤務で高収入を目指したかったら、司法書士事務所以外にこういう法務部に入るというのが一つ選択肢ということですかね。そうですね、法務部の方が昇給の幅も大きいのでですね、勤務を続けながら高収入を得たいとなりましたら、企業の法務部も選択肢の一つに入るかなと思っております。それが実は選択肢としてあったんですね。ありがとうございます。次、あともう一つおっしゃっていただいたのが、法律事務所のパラリーガルとかおっしゃっていただいたと思うんですけれども、この法律事務所っていうのは弁護士事務所のことですか？おっしゃる通りで、法律事務所ですね。弁護士法人も含めなんですけれども、特に企業法務を扱っている法律事務所でのパラリーガルになりますね。それって司法書士資格持ってると採用してもらいやすいとかあるんですか？はい、ケースとしてはまだ少ないんですけれども、最近は司法書士の方を採用したいという事務所も増えてきました。そうなんですね。なるほど、弁護士さんが司法書士資格者を採用するということで、それが司法書士事務所よりも給与水準が一般的に高いものなんですか？こちらもですね、実は過去ご支援実績があるんですけれども、パラリーガルの場合ですと、だいたい400万円から600万円の間で提示をいただくことが多かったですね。もうそこら辺からスタートなんですね。はい、ちなみにそこら辺からスタートして、司法書士登録をして仕事するってことですか？はい、近年は登録されてパラリーガルとして働かれてる方も結構いらっしゃるみたいですね。なるほど、じゃあ弁護士さんの事務所の中で司法書士登録して、登記の仕事とか、登記だけじゃないと思うんですけど、司法書士として仕事していくということになると思うんですけど、弁護士さんではないので、その中で給与が上がっていくのかなとか、あと立場上がっていけるのかなとかいう点があると思うんですけど、そこら辺どうなんですかね？これもですね、会社とちょっと似てる部分はあるんですが、その方がどこまで事務所に貢献できるかですね。例えばこういった業務ができるようになった。あとは今まで司法書士の方がいなかったので、外部の方にお願いしていた仕事を事務所で受けられるようになった。その方がやってくれるようになったので、売上アップに貢献できるというところで給与が上がってきますね。そうすると、弁護士の資格持ってなかったとしても、ちゃんと事務所に貢献できれば、400から600の間でスタートで、ただその後700、800と上がっていくっていう可能性は十分あるってことですかね。そうですね、700、800を超えてもう1000万超えている方もいらっしゃいますね。あ、弁護士事務所さんで司法書士の資格持ってる人が1000万超えていくんですね。そういう方もいらっしゃいますね。ああ、初めて聞きました。そういった形で司法書士の資格って法律知識が相当あって法的思考力ができるという証明になるんで、事務所だけじゃなくて法務部とか、あと法律事務所、弁護士さんの事務所とか、いろんな選択肢が結構あるってことなんですね。はい、最近またですね、企業の法務部の採用で法律知識がある方を採用したいというところで、法科大学院生の方ですとか、あとは司法書士をお持ちの方、そういった方を歓迎するという求人も増えてきております。なるほど、いろいろ選択肢が広がって、私としても嬉しいなと思います。ありがとうございます。そういったですね、法務部とか法律事務所とかも含めて、弁護士 .com キャリアさんは司法書士系の合格者の方や資格者の方をサポートしていらっしゃるということですか？そうですね、司法書士事務所だけではなく、法律事務所、あとは企業の法務部、そういったところにもご支援をさせていただいてます。そこら辺まで幅広く行ってるんですね。はい、
例えばこれをご覧の方がいろいろといらっしゃると思うんですけど、今だと多分今年令和5年度の合格者の方が多いと思うんですけれども、今キャリア迷ってる方もいると思うんですよね。このまま事務所に就職して、でその後開業するのかとか、収入ある程度高いところ500万前後で探しているので、なので今の話聞いて例えば法務部行きたいとかいう方がいたら、そういった方のご相談にも乗っていただけるということですかね。そうですね、実はですね、もしかしたら司法書士事務所よりも法律事務所、法務を含めた求人数の方が多いかもしれないですね。そうなんですね、弁護士ドットコムキャリアさんに来ている数としては法務の方が求人多いってことなんですね。そうですね、3倍4倍ぐらいの開きがありまして、企業の法務部の求人は非常に多くいただいております。あ、すごいですね。ただもちろん司法書士事務所の求人も結構あるってことですよね。そうですね、司法書士業界も非常に人手不足ですので、こちらも引き続き求人の依頼はいただいてますね。正直なところもう求人の方がかなり多すぎて、求職者の数がそれに全然見合ってないっていう状態なんですかね。おっしゃる通りで、今まさにそういう状況ですので、活動される皆様にとってはいい時期かなと思っております。そうですよね、だって司法書士事務所の求人だけで多分今相当多くて売り手市場なんで、しかもその3倍法務部の求人が来てるってことは、法律の知識があるとか法律の施行ができるって人がかなり全体的に売り手市場って考えていいんですかね。おっしゃる通りですね、そのあたりはぜひご相談いただいた際に詳しくお話できればと思ってます。今後のキャリアですね、決めてる方も決めてない方もいると思うんですけど、まずはキャリアプランからご相談したいとか、そういう方も受け付けてるということですよね。そうですね、むしろキャリアプランから入るケースが多くてですね、今後どうしていきたいかというところの話からいつもさせていただいてますので、ぜひいろいろざっくばらにお話しさせていただければと思います。そうですね、求職者の方にとっては正直それが一番大事で、例えば家族がいて奥さんとお子さんがいるとか、今子供生まれたばっかりだよとか、いろんな方いると思うんですけれども、そうなると打ち明けた話もいくら以上稼がないといけないとか、住宅ローンがいくらとか、そういう切実なご相談とかもあると思うんですけど、そういった点までトータルでお話聞いていただけるってことですかね。はい、先生のおっしゃる通りですね、合格者の平均年齢が40歳前後と非常に上がってきてしまったのでですね、いろいろなご事情ある方がいらっしゃいますので、まずは一人一人お話をしっかりと聞いていきたいと思います。わかりました。ちなみに以前の動画でもおっしゃっていただいたんですけど、地域も関係なく東京の岩井さんの会社に来れない方も大丈夫ということなので、まずは皆さんとりあえずご相談だけ、今後どうすればいいのかとか悩んでる方はご相談だけでもしていただければと思います。ということで、下の方にですね、概要欄にリンクがありますので、そこから登録していただくと、岩井さんかあるいは岩井さんの下のスタッフの方からご連絡いただくということになるんですかね。基本は私の方からまずご連絡させていただければと思いますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。じゃあ岩井さん自身がまず直接ご対応いただけるということで。はい、それは安心ですね。私も実は十数年前岩井さんにお願いして就職したんですけども、すごい丁寧にしていただいたので、興味ある方はぜひ下の方から登録していただければと思います。では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。司法書士資格を取得したいけれど、仕事、家事、育児に追われ時間がない、そんなあなたに松本基礎講座のロングスタディコース週2コマ全国で受講可能。さらに講師執筆の大人気テキストも辰巳法律研究所。